の辛気臭い連中がいい人ならきっと良い子のみんなはなんてテロップ。わー、とっても素敵な世界だね。感觉这边就是黑暗的地方。星爆气流斩，威风堂堂加千本幼女，记得一起唱啊！聊天室溜起来，二十美在这。好好 好, 好, 好，太感谢，感谢干爹，感谢干爹。可以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 ，唱歌两首歌可以，威风堂堂千本幼女可以。ここが会議室になってるから、話は中でしよう。只要唱歌都是小事啊，只要能唱都可以。只是要花很多时间，要花一点时间。赞叹干爹，赞叹干爹。あれ、いないよ。いないって、ここのリーダーだよ。怎么还有首领？二人に紹介しようと思ったんだけど。ここで待っててくれる？すぐに戻ってくると思うからさ。リーダーってどうせ長老みたいなジジイでしょ。期待なんかしないわよ。こんなところのリーダーなんてたかが知れてるもの。絶対へっぽくクソジジイに決まってるわ。本当に優秀な人間なら優秀な組織の上に立つはずよ。白夜様のようにね。おまるも期待しない方がいいわよ。期待って突然觉得好好吃。何の期待？太神奇了。ちょっとここで待っててくれる？在这边等他。啊，在这边等他干嘛？有什么事可以做吗？逛一逛。哦，会死！哦，所以刚拿到的这技能，哎，看他只拿一个是，哎，哦，没有没有，圈月插日，白白熊带了三个新人来，虽然觉得开心，但同时有点害怕。地表上到底有多少大人惨遭毒手？到底有多少人没能获救？到底有多少尸体曝尸路边？每晚都梦见小朋友被小孩杀死的光景。結構どぎつい。読んでるだけでクラクラしてくるよ。星爆气流斩。聊天室的各位一起见证啊！没有认真唱，要重新来一次激播。认真认真，唱歌都认真。この後はもう随分な指摘センス。真有詩意。练好要一段时间啊，练好。不过这个应该就不用，我应该就不用自弹自唱了吧？我应该就直接唱就好了。啊，牺牲者一览，十几个小百合，稍后，应该没有认识的。犠牲者と行方不明者が項目別に分かれてて、どっちもすごい数だよ。殺人って子供たちは革命って呼んでるみたいだけどね。そんなの言い方を変えただけじゃん。うん、その通りだよ。結局は虐殺に変わりないんだけど、それを革命と正当化することで彼らはここまで残酷になれるんだろう、ね、その口ぶりからして、あんた、あのガキたちのことを知ってるみたいね。
それってモノクマキッズを率いている希望の戦士のことだよね。僕の知ってるところだと彼らは希望ヶ峰学園附属小学校の希望ヶ峰学園って、なんでここでその名前が出てくるのよ。恭喜釜山的回忆了。その名前って前にも何かあったの？あったところじゃないけど、その話はいいわ。だいぶ長くなるし。一整代一代都讲一次、太麻烦了。それにしても附属小学校とはね、希望ヶ峰学園もなかなか手広いことやってたわね。と言っても純粋な附属学校とは違うんだ。希望ヶ峰学園はスカウトでしか入れないからね。それでも希望ヶ峰学園への進学者を多数輩出する名門小学校だったことには変わりないらしいよ。子供の才能の育成と研究を行う特権的教育機関で、いわゆる神道だけが通える小学校だったみたい。あんな頭のおかしいガキのどこが神道よ。偉大な頭脳に偉大な魂が宿るとは限らないってことだよ。特に子供は不安定だからね。幼い子の才能の突出は時に歪んだ形で現れる。对啊，为什么没有？有国中吗？有辐射国中吗？希望ヶ峰学園附属小学校でも問題児が集まるクラスにいたらしいし。問題児ってやっぱり落ちこぼれじゃない。むしろ教師ですらコントロールできなかったほどの才能の持ち主。气流斩。千本幼女前奏也是经典之一啊，记得要一起练斯威夫特雷奇。唱唱唱唱唱，都唱都唱。その上、恐ろしいのは彼らがまだ子供だってことだよ。子供だから罪悪感なく大人を殺せてしまうんだ。ほら。君たちにも覚えがあるでしょ。子供の頃にしてしまった残酷な行為のさ、純粋だからこその狂気、無垢だからこその暴走。そんな残酷性を持ちつつ、特定分野においては大人以上の才能を持つ子供たち、その暴走がどれだけ恐ろしいか、今の東和シティの残像がそれを物語ってるよね。あんた、私たちを脅かしてそんなに楽しいの？そうじゃなくって、僕は彼らに気をつけてって言いたいだけなんだ。余計なお世話よ。究竟砸了多少钱在这里？よし、六馬、俺を探してるって。あ、ハイジ君。また勝手に外に行ってたらしいな。就是。危ないからやめてくれって言ってんだろ。漏掉的部分。で、そっちの二人は新入りか？俺は東和ハイジだ。ここでレジスタンスのリーダーをやってる。あら、意外とイケメンね。あ、私、深川透子って言います。谁看我刚才那段是连 OBS 上都没有影片，啊，超麻烦的。我光为了这一段影片，我要重新看，我要重新录一段。苗木小丸です。あの。東和ハイジさんは洗ってない女子と洗った女子のどっちが？干、你这个小贱货、你不是有失神了吗？あの、名字が東和ってことは、あなたってもしかして？干、崩溃。ああ、俺は東和の人間だ。あのね、ハイジ君のお父さんは。東和グループの会長さんなんだよ。原来是富二代啊。等一下，我的聊天
え？我现在是整个断了吗？啊、哦，又有了，干！妈的，怎么突然又断啦、啊？而且我自己根本不知道，我刚刚没注意到我断线的。干，我的 OBS 到底出了什么问题呀、啊？妈的 ，fucker！ 那我真的是该去拜拜了，拜什么？拜实况之神之类的吗？一直断线。啊，总之。这个衰哥呢，是塔河集团的怎么说，就是富二代吗？じゃあ、御曹司ってこと？名门子弟。しかも、東和グループって言ったら相当の。怎样？你是真功名门子弟是不是？看到就兴奋。なんか興奮したら熱くなっちゃったわ。ふうふうして、替我吹两次三小。国友。わかった。僕の冷却装置に任せて。あんたじゃない。まあ、今の俺には地位も金も何もねえけどな。全部あのガキどもに奪われちまって。あいつらのせいで俺は全て失ったんだ。東和グループも、東和シティもだ。不要你家死神了。背叛死神了。死神觉得解脱。ちなみになんですけど。ハイジさんって首謀者の子供たちのことはご存知なんですか？さあな。じゃあ、神突然觉得肩膀上的负担减少了。狙われたのか。悪いが、俺も東和の事情はよく知らねえんだ。ろくに仕事も手伝ってなかったしな。就是个爽富二代。それをよく知る親父もあの暴動で行方不明になったままだ。行方不明。私もそうなんです。お父さんもお母さんもずっと行方がわからないままで。你妈绝对是被抓去做本本啦。だから私どうしても帰りたいんです。お願いです、この町から出る方法を教えてください。逃げる方法があるなら俺が教えてほしいくらいだ。町の外につながるルートはどこも完全に封鎖されちまってる。それにお前の腕輪ってガキどもにつけられたやつだろう。それがある限りはどっちにしろ脱出は不可能だぞ。じゃあこの腕輪を外す方法とか外せる人とか何でもいいから何か知りませんか？そんな僕もできることなら力になってあげたいんだけど。けどそこまで悲観的になることもねえぞ。少なくともこの場所は安全なんだ。他们都是哪吃饭的？这里ここに没什么食物。隠れてろってことですか？どうせどこにも逃げられねえんだ。だったら人一直增加，食物减少越快啊。新爆！现在开始大逃，开始误杀。气流斩！先帮你复习一下，幼女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 ，萝莉萝莉萝莉控。谢谢你帮我复习哦，干爹。少なくともここにいる限りは襲われる心配はないんですもん。どうして戦わないのよ？为什么不战斗？ここってレジスタンスなんでしょ？狂った子供たちに対抗するための組織なんでしょ？だったら戦えばいいじゃない。無茶言うなよ。俺らは丸腰なんだぞ。見ろよ。それ、モノクマに。ああ、スナック菓子を潰すみたいにくしゃっとな。あっという間だったぜ。しかも、ガキどもは血だまりでのたうち回る俺を見て、心底楽しそうに笑ってやがった。あいつらは子供なんかじゃねえ。
あれは悪魔だ。悪魔。ま、幸いっつうかなんつうか、神経までやられちまってるから痛みはねえんだけどな。ただそれってつまり治る見込みがねえってことでもあるんだけどな。で、あんたはその腕と一緒に心まで折られたってわけね。ああ、だからこんな神器臭い場所でその神器臭い顔をしてるんでしょ。なんだお前、急にトゲトゲしくなったな。さっきまでのはサービスよ。用事かけて情報を引き出す作戦だったのよ。出勤報的作戦。え、演技だったの？太逼真了。私は always 白夜様 only よ。刚刚演的实在太逼真了，我们都被骗了。地下にずっと隠れてるだけのモグラ男に簡単に心を許すわけないじゃない。ずっと隠れてるなんて言ってねえだろう。今は様子を伺ってるだけだ。そんな言い訳、公園の鳩にでもしてれば。殺されるって分かってんのに立ち向かってどうなる。死んだら意味ねえんだぞ。今のあんたらなんて死体よりも意味ないわよ。深川さん、ちょっと言い過ぎだって。私はあんたにも言ってるのよ。え、あんたあのガキどもに立ち向かうんじゃなかったの？こんな連中に共感してどうすんのよ。確かにあんたは特別な才能もない、平均に平凡を重ねただけのボンキャラよ。常識外の運動能力とも事件を解決する推理力とも無縁の存在感の薄い地味キャラよ。けどそれがどうしたのよ。そんな言い訳ばっかりでいつまで経っても立ち向かおうともしないあんたも死体以下の意味なしよ。各种嘴啊，干，俯穿什么？なんで、そんなにひどいこと言うの？一代出来之后，有了经验之后，到处嘴炮。深川さんも悪気があって言ってるわけじゃん。あって言ってるのよ。あんたを見てるとイライラするのよ。昔の自分を見てるみたいで。看到了以前的自己。いくら異常で絶望的な状況だからって。目を背けてるだけじゃ、どうして自分で変えようと思わないの？あいつはどんなに辛くても怖くてもちゃんと前を向いて進んでたわよ。那家伙。そのおかげで私はこうして今も生きていられる。那家伙難道是？何の話？けど望みもなしに突っ走るのは勇気とは違えぞ。ただのバカだ。だったらお前には策があるのかよ。この町から出る方法を知ってんのか、そいつの腕輪を外す方法を知ってんのかよ。知ってるわよ。その程度の腕輪なんて楽勝よ。それこそ未来機関の技術力を使えば一発だもの。え、例えばの話よ。本当に未来機関を呼べるかどうかは別として。未来機関がどうしたって、まさかあいつらに頼るつもりじゃねえだろうな。な、何それ。頼るも何も、深川さんは未来機関の人なんですよ。な、だってハイジ君。そういうことなら話は終わりだ。ここから出てってくれ。お前らに協力できることは何もねえ。感觉有什么隐情？ちょっと。どうしたのかな？なんで急に怒り出したんだろう？生气气了。心爆。气流斩。威风堂堂前奏也先帮你复习一下啊！谢谢你哦，感谢你哦，我的老天鹅啊！そうだ
けど。何あれ、誰か助けてやってくれ。あれはうちの妻なんだ。落ち着いてください。こんなもん見せられて落ち着いてられるかよ。これは罠だ。俺たちを炙り出そうとしてるんだ。何かあったのかな。要睡同学先睡哦，晚安。はな、ここに逃げてきたからって助かったわけじゃないんだよ。暴走する子供を何とかしない限り、ここにいる大人には未来も希望もないんだけど、君たちがそこまで気にする必要はないよ。今は自分のことで精一杯だろうしね。じゃあそうするわ。どうせろくなもんじゃなさそうだし。それよりさっきはごめんね。まさかハイジ君があんな風になるとは思わなくて。なんか未来機関を嫌ってるみたいだったね。どうだっていいわよ。こっちだって負け犬なんかに興味ないし。それで出口はあっちでいいのよね。もう行っちゃうの。今日は泊まってったらいいのに。こんな吐きだめに泊まるくらいならモノクマに抱かれた方がまだマシよ。それは言い過ぎじゃない。きっとこいつら寝込みを襲う気なのよ。寝顔ショットを晒して私たちを笑い物にする気よ。合唱中すんな。寝顔ショットはまずいよ。だけど地上はもう夜だよ。地下となると余計に暗いし危ないんじゃないかな。え、暗いの。仕方ないわね。そこまで言うなら一晩だけよ。想戳妹妹肚脐上面一点。ほらこっちは個室になってるんだ。手ごみ用、老人用の部屋だけど。明天就出不来了。何が個室よ。どこからどう見ても牢屋じゃない。牢屋じゃないよ。それっぽく見えるだけで牢屋じゃないんだよ。まあここしかないなら仕方ないよ。ところでさっきの話の続きなんだけどさ、深川さんって未来機関の人なの？それが何よ。じゃあ連絡さえ取れれば本当に未来機関が助けに来てくれるんだね。その連絡が難しいんだけどね。確かに難しいけど方法がないわけじゃないよ。よかったらこれを使ってくれないかな。看他从哪掏出来一台电脑。東亜グループが開発した最新の無線機だよ。特別な電波を使用してるから映像も送れるんだ。コストの問題で一般化はしなかったけど。じゃあこれを使えば未来機関に助けを呼べるの？え？呼べちゃうの？そういうわけにはいかないんだよ。ジャミングのせいでね。ジャミングって洗剤？それ妨害電波のことよ。東亜シティの全域でジャミングが行う。だったらどうして私たちにこんなものを渡すのよ。不法投棄で処分しとけって。ジャミング電波が放射されてるのは東亜ヒルズって大きな建物からなんだけど、その東亜ヒルズより高い場所からだったらジャ
ラミングの影響を受けずに無線が使えるはずなんだ。そして ISIBM 5100。ここからそう遠くないところに該当する建物が一つだけあるんだよ。それが東和タワーって建物なんだ。この東和シティのシンボルともいえるとっても大きな塔なんだけど、あの建物なら東和ヒルズよりも高いからジャミングの影響を受けずに無線を使えるはずだよ。じゃあその東和タワーってところに行けば未来機関を呼べるんだね。それだけ分かってるなら私たちよりここの連中にやらせればいいじゃない。ここのみんなにはとても無理だよ。でもモナクマと戦える力を持つ君たちならきっとなんとかできると思ったんだ。けどあのモグラ男は未来機関には頼りたくなさそうだったわよ。きっと彼も納得してくれるはずだよ。未来機関が来たら基地のみんなが助かるんだし。もちろん無理強いはしないよ。危険が伴う行為なのは間違いないからね。それに本当なら僕が行きたいところなんだ。正直僕は君たちの強さが羨ましいよ。僕には何かを守る力なんてないからね。ねえ深場さん。分かってるわよ。私に決めろって言うんでしょ。まあ臆病なあんたじゃなくても決まりきってるわね。わざわざそんな危険を犯す必要もないんだし。私行きたいよ。はあ、もちろん危ないのは分かってるけど、でもやっと助かる可能性が見つかったんだし、だったら頑張って行ってみたい。気持ちは分かるけど、それはちょっと考え直し。どうしたの深川さん。さっきまでは逃げずに立ち向かえって言ってたのに。何で話題ついに。別にどうもしないけど、まあじゃあいいんだね。とりあえず行ってみるだけよ。未来機関云々はその後の話よ。結論が出たみたいだね。ありがとう。二人の勇気に感謝するよ。じゃあ今日のところはしっかり休ん。ありがとうね。白熊のおかげでやっと希望が見えてきたよ。白熊本当にありがとう。我也想要被苗木坤抱抱。よかったじゃない。女子高生の吸い付くような肌はプライスレスなのよ。摧残可破的肌肤可是无价。没错，女高中生的拥抱无价。吴昌好像睡得痛苦的样子。